皆さんどうもタイガです。お疲れ様です。今回やっていくのが、引き続きガチソロやっていくんですけど、エルフ UFO またやっていきたいと思います。現在強 P が多分2365かな。はい、で1戦目お相手カエル剣士ですね。カエルはキャラグラやってないとは思うんですが、どうだったかな、いやちょっと記憶にないな。でカエルなので、あーこれも悪くないなと思ったんだけど、ちょっとキャラ数少なすぎるんで、せめてもね、もうちょっとだけ回します。でこの後もしキラービー来ればそれで妥協したいな。まあ大型は2本欲しいんですが、あー行きますか。ちょっとホックスだったらめちゃめちゃ嫌なんですけど、迎撃なしで裏ホックスだったらマジでまずいですけど、一応バフォメットいるんで、まあそれでなんとかできたらいいかなって部分で、太っちょ引いてるのにリザ引いちゃって、裏技ね剣士じゃないっていうのもあるんですが、そこでカエル切ってくるってことは相手いないんじゃねえか、いないじゃない、ホックスなんじゃないかこれ。ホックスじゃなかったらあ、いらなかったもんだよ。ホックスじゃなかったらその切り方しないと思うんだよね。はい、エルフは行く、来ますね。あ、ホックスではないのか。うん、まあ、ひとまずちまちま削ってほしいとこですけどね。あ、でかいですね、倒せる、OK。で、あーもうなんか流してきますね、ひたすら。でもそこはめちゃめちゃ美味しいですよ。だって取り手削るから一方的にできるからね。これ激うま。あ、ホックスね、やっぱ。これ、一回吹き飛ばし、なー、ダメだ。光ってんのか。あ、でもまあいいんじゃないですか。光ってはいるけど、ホックスなんでやれるんで、全く問題なく処理ができますね。で、パピオンが強くて、クレフラと、マクロスだったらもうやってくれて、まあ後ろは彼がいるんで大丈夫でしょう。ここ行っちゃいましょうか、一気に。はい、強い強い強い、ちびぐりくん強いよ君。それもやられちゃいましたが、一応エルフいるんで、いやーでもこれ取られるな、取り手は負けはないと思ってるけど、相手キャラ数もういないからね、全然負けはないとは思ってるんだけど、どうだろうね。上の取り手だけワンパンなんで、そこは注意しなきゃいけないですね、絶対に。はい、アロレインナーイス。あとこも拾ってくれる、そこ拾えてもでかいな。はい、邪魔ね君たち。これを押す意味があるかどうかは別として、邪魔ね、もうちびぐり邪魔ね自分で押して自分で邪魔にしてるかもしれないけど、まあでも上多分突破できると思います、こんだければ。はい、ナイス。というわけで、まあただ6しか溜まらないので、コスト多分8っすね、溜まっても。なんで出しましょう、取りで取れたらラッキーぐらい。まあ多分取れないと思います、取れたとしても落ちないと思います。はい、というわけでカエルホックスでしたね。全部ホックスみたいな、全部ホックス、全部カエルに変化するみたいな感じで、チビグリとクレフが引かれましたが、なんとかなりました。しかし1、怖いな。はい、それではね、続いていきます。お相手がサタンですね。サタンはスキル連打次第ではね、持ってかれちゃうんで、こっちのエルフ UFO ちょっと怖いなとは思うんですけど、 UFO が虹バッジであれば特に問題ないかな。確かバッチなしでもサタン耐えた気がするんだけど、リーダーのサタンは分かんない、耐えない可能性があるんで、虹バッチ引きたいんだけど、大型は2本欲しいと。いろいろとね、ワハママのところもありますけど、まあしょうがないですね。大型2本と、あー、いきますか。ちょっと UFO 虹ではないんですけど、サタンに対してピクシードラゴン、サタンがじゃない、ピクシードラゴンがね、しっかりね、セールドカゴ、スキル打ってくれれば、サタン多段ヒットなんで、やれるでしょうと。前打ち持ってってくれればいいですよね。眠気と肥満、眠気と肥満、どういうこと。あー、いきますか、打ちますか、打ちますか、ひとまず打ちますか。さあ本当はね、あんまね出したくないっちゃ出したくないんですが、はい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 、取れると信じている、素晴らしい、 OK。 ここはやられてもらって構わない、そこをねポックル、じゃあー、なるほど、じゃあここ一回押さえましょう。サタンにうまく春待ちかな、
でもやれましたね、ひとまずね。ここもナメコ行きましょう。で、引っ張って引っ張って引っ張ってサタン来るよね。オッケー、回収完了。はい、ピクドラカニブースト。まぁ、あ、ちょっとこれ、闇のマーク食らっちゃうと思うんですけど、跳ね返しもすると思うんで倒せると思います。今ね、ピクドラがまだスキル打ってないんですよ。このスキルをピクドラ打ってないよっていう状況でも、そう、なんとかね。あー、やっぱ打つの遅いですね。でこれね、移動されちゃうんですけど、あ、でかっ、そこ移動してくれんの、はい、いや、マジでかいっす、これ。このタイミングの移動はめちゃめちゃ熱い。まあスキル打ってくれればなんですけど、いい形を。あ、でかいね。で、僕はもうやられていいっす。ちょっとコスト管理したいんで、そこやられてもらって、前行きましょう。で、プリンセスもう1体いるんですよね。ここだけ一回回収して、ちょっと痛いんで回収して、はい、カニ置いて、ちょっと前線どかしたいな。ナメコとか流してあげて、あ、ダメージ入りましたね。36秒なんで、まあ、カニでそこやってもらって、ダメージ入れて、いや、ただちょっと9、これ以上キャラ切っちゃいけない。これ多分落とせないと思うんで、ここで一回待ち。これコスト多分11になると思うんですよ。で、どうせ落とせないんで、10コス貯めて、強 P プラス1のボーナスもらいましょうか。え、落とせた、もしかして。あ、でもいや、相手がキャラ切ってないだけなんで、多分こっちがキャラはって言ったら守ってると思うんですよね。はい、というわけで点差勝利、ありがとうございます。はい、それではね、3戦目いきましょう。お相手がフレンドでした。フレンドでアビリリス、リリスか、リリスどうしよう。フィジカルで持ってかれるんで、大型戦負けたりとかして、エルフ UFO で耐えられないとかもありえるんですよね。なので、ちょ、絶対なんか負けやすいよみたいな大型は引きたくないな。あー、ちょっとキャラ数だよね。行くか。ちょっと小回りは効かないんだけどさ、チミクロとエルフ4コスダブル、キャラ数は少ない。全部で10体中型、なんとか大型戦を終えてチビクロ流しを刺したいけど、サイか、そのサイもちょっと重いんだよな。サイですら少し重い。ウガ打ってくるでしょ、さすがに打ってくるし、あ、スライム、スライムはね普通にありがたいんだけど、うん、さあ、おにんこが頑張ってるね。あ、ヘッジ、そう、ヘッジとかやだなって思ったら来ちゃった。はい、倒せますね、でかいですね、これ倒せんの。さあ、もう一回ヘッジ、ここをね、このタイミングで形状を置くんですよ。そうするとこっち行きます。これでエルフがそのまま使えるっていうね、かなり美味しい使い方なんで、おすすめです。こっちビクル行きましょう。どうせ流すんでね、ここで剣士を置くのちょっともったいないですね。まあ、キャラ数今回少ないんで、まあ、取れそうな雰囲気出てる。惜しい、こう倒しながら回収、 OK で、リリス出すのもでかいですね。なので、このリリスをできればゴリガリやりたいっす。サタガも流したいんで。なので、ああ、そうなっちゃうんだ。ちょっと UFO 邪魔だね君。はい、これがおにんこ、ケツ当て、これで狙いに行くサタガ。はい、はい、はい、時間が足りるかどうかだね。あとはそこちょっと潰してもらって、なんとかして、これで今だね、あれが来るんですよ、一体だけサイが来るんで、そのサイも注意して、なんかあれもこれも置いて置いてって多分できしづらいと思うんですよね。ケルベも置きたいだろうし、ケルベ持ち上げてくんねえかな。持ち上げてくれたらその隙に風船がダメージ入れるんで、さすがにこうやられちゃうかな。あー、やられちゃったね。でもその、ね、落下でパイロットゴブリンが落ちてくれたりとかで、どんどん前、あー、その UFO 君いないよ今対象。んー、ちょっと惜しいけど、取り入れがね、第一しか取れてなかったんで遠すぎたね。うまく時間管理されちゃいました。はい、次行きましょうか。
はい、それではねラスト頑張りましょうか。お相手がプリンセスリーダーなんでかなりね危ない、何が起こるか分からないっていう感じですね。頑張りましょう。いや困ったな、プリンセスはね正直あんま対面したくない。流せるよっていう可能性も考慮して足も欲しいんだけど、ヒュードラはねどうだろう。まあでもエルフだから行くか。行きます。まあメタドラの押し出しもね、まあやっぱ優秀なのと、まあヒュードラはちょっとさすがにカゴつけられるとやられちゃうんですけど、まあエルフの支援火力があるんで今回、ただサタガとかサイガとかそういうの分けるとかなりきついです。ちょっと嫌です。はい、これ取れるね普通にこのまま大丈夫だよね。 OK。 さあここで本当はあんま剣士置きたくないんでアロレ打ってほしいんですけど、こういう時に限って1回も打たないっていうのがね、まああるあるですね。下行ってくれる？あ天才、こう下行ってくれよ天才。あーこれちょっとまずいかな、うーんちょっともったいない。爆発するこれ。あしちゃうねー、でかそれ。ビートルのスキル発動率ちょっと最近なんか不満出るよな、こんなんね見たら。さあビートルがいるのは分かりました。上にね相手浮いてるんで射程が伸びてるんですよね。さあ置いて足はいないと思いますんで、この感じはねこれでいきましょう。さあそろそろ回収しないとやられちゃうよと。で災害でしたね、一番来てほしくないなと思ったやつが来ちゃいました。まあ、ここはやる。で、サイガ、上くんのか、お前、天才だな、マジで。で、ここをどうするかなんですけど、俺の中ではまずメタドラ出して、で、ここで打って、ここ、一発でやられちゃうんだよね。さあ、そこで来るのがバフメット？バフメットは全然ありがたいが、ヒュドラ行こうか、じゃあ。下はまあ大丈夫。ここヒュドラ一体やりに行くか、チャレンジしてみるか。あやべえタイミングミスったな、ズドン食らっちゃうな。でやられちゃうね。一応ヒュドラの首こっから飛ぶんですけど、飛ぶけど時間が多分足りない可能性があるんですよね。あそこもやられてる。でもそこはまあいいよ、そこやってもらって、ここあと剣士で後ろちまちま止めれるんで別にそこはいいんですけど、ヒュドラやられてるもしかして。あのプリンセス君強くない君全然やれない、体力無限にあるんだけどこいつ。はい、というわけでね魔導引かれてしまったんでしゃあないですね。ヒュドラねワンチャン通るかなと思ったけども、開幕の魔導でちょっと刺した、あ無理かなと思ったはい、というわけで判定ですね。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。ちょっと驚愕だったんですけど全然増えてない全然増えてない。まあでも2ドローで2勝かなだったかな、だったっけ、ちょっと覚えてない。2回ドローだったっけ。はい。全然増えない。まあ、しょうがない。あまあ、またね、なんか、美味しいワッチングを待って頑張りましょう。今、2371と、2400までにあと何勝すればいいか分かんないけどね。まあ、今期、明日、この撮影日にが今ですね、あの、腕ワングランプリの1日前なんですよ。で、今、現在0時。うん。まあ、多分ね、朝の方が美味しいんだよね。強 P 持ってる人多いんだよね。っていうのもあるので、ちょっと朝やろうかな。はい。というわけで皆さん今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さんチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったらぜひご視聴ください。それでは、お疲れ様です。